はい、皆さんこんにちは。FIFA 21番で監督兼モードの続きやっていきたいなと思います。今日はスーペルコパ決勝戦レアルとの試合やっていきたいなと思います。で、前回の動画で準決勝アトレチコ戦をやったので、まだ見てない方はぜひそちらも見てほしいんですけど、いや本当にドキドキして、まあこれ2本撮りで撮ってるのでまだちょっとドキドキ感残ってて、心拍数爆上がりしててあれなんですけど、まあね、この調子で決勝戦もねレアル相手にしっかり勝利できるようにやっていきたいなと思います。では参りましょう。今日のレアル相手ですね、のスタメンこちらです。まあ、レアルリーグ戦でねまだ1回も負けてないんですよね。で、前回僕らと戦った時も 0-1 かなで負けてしまったので、借りを返したいですね。そして我らレバンテのスタメンは変更点としてはロベルトをベンチスタート、ロベルト、バルディをベンチスタートにして、マタとドゥルミシを先発起用させているところですかね。マルドナドもね前回すごいいいパフォーマンスして、 PK 戦もねマルドナドのおかげで勝ったって言っても過言ではないので、今日も起用しています。めっちゃ集中してる。もうアトレチコ戦からね2ダブルヘッダーなんでね、僕は集中してる、かなりマジで。でもね90分で決めたいね、本当に心臓バクバクするから、本当に体に良くない。取りたい、やばい、いいクリア、OK、よし。いやータッチじゃねえ、パス強えよ、パス強えよ、よいっ、うわ決められたか。打点高いな、カゼミロ14番カゼミロっぽいけど、打点高かったな今。ちゃんとドルミシーマークしてたんだけどな。やってまったな、風見ろか。いや、なんかやられてるけど、これファウルになんないのかな。まあこれがレアルですよ、今の 2A。 昨シーズンもねレアルをね振り切って3位になった我らレバンテですけど、今シーズンはもうねぶっちぎりで言うわけでもないけど無敗で1位だからな。オブね、さあ前向ける、オッケー。いや早いな、でもなんか、おいいよ、ダイレ、こっちもねクロスから決めたいっていう感じでしたが合わない。読んでたよ、読んでたよ、それは。どうしよう。だって、やばい。大丈夫か。大丈夫でした。大丈夫でした。うわぁ、その、前抜けー、ゴリラみたいになっちゃう。無方法になっちゃったけど、今。ナイスキー。マルドナド、正ゴールキーパー説出てきてるな。これはよし、いいよ、いいぞいいぞ、落ち着いてる。さあサイモン、サイモン、いいよ、マイナスアルバレス、おお入り入り入り、ノーノーノー、惜しい。ちょっと正面寄りだったね。待ったの。クロスと見せかけて。ファール、ファール、ファール。いや、めちゃめちゃ頑張る。早いな。切り替えの早いな、また。全員中入ってるな。相手陣地入ってるなって、何それ、何それ。それはまずいでしょ。助かった。助かった。おっ。いいね、待って。押さえ、危ねえ、よかった、危ない。まあ、でも全然得点のチャンスあるから、まずは追いつかないと。さっきのしか打ってないのか、シュート。なんかアトレチコするとでも展開似てんな、 点決められてるバージョン、ちょっと応用問題的なね、点決められてるバージョンなんだよね。無敗のチームといえどミスはする。
よし来た来た、嘘なんでさ、全然ボール枠飛ばないな。アトレチコ戦もそうだったけど、よし、これミス、よし、うなる大丈夫か、ちょっとうなるスランプ気味なのかな。ねえ、なんか序盤はもういっぱい点取ってすぐ10点到達したけど、リーグ戦最近決めれてないもんな。来た、あー足元でよかった、足元でよかった、足元クラブってハッシュタグ足元クラブ、インスタのね、ちょっとあるよね、足元クラブ。やばいやばい、おっしゃい、でも流れ変えたいな、次出たらメンバー変えます。サイモン、サイモン上がってきてくれ。テヘロでした、上がってきたのはテヘロでした。イクデラ、イクデラ、イクデラ、これサイモンに来た、うーわもうちょい、もう一人振り切ったらっていうところだったな。一発目の切り返しは完璧だった。やばいやばいやばい、また素晴らしいディフェンス。年長組もね、楽しないんですよ、やっぱりちゃんとね働くんですよ。やばいやばい、いいタックル、ちょっと危なかったけど、さあサイモン、さあ、いやその終わり方残念だった。そしてメンバー交代させてくれ、ボール出ろよ、ボール出ろよ、自分が出せばいいんだけど相手ボールになっちゃうのがやだ。軽い軽い軽い、ええそこ通んのか、マジかよ、そこ通るのかよ、か今クリアしようと思ったんだけどな、そこ通っちゃうのか。まあ2失点目で直後選手交代で、カンパーニャとマタ下げて香川バルディ投入しました。このね香川バルディ同時交代っていうね、もうレバンテの悲劇ですから、からこれ2点取っちゃうよ、オフサイドなんないで、あーもったいない。さあ84分選手交代、ウナル下げてロサラ投入、まだ勝ちを諦めない、行けるとこまで行く、それがレバンテのサッカー。ちょっと稲妻イレブンっぽく言っちゃった、それが俺たちのサッカーだって、かっこいいけどね。これいけんじゃん、うわ正面か、それは分かんない。3失点目はやだ、せめて1点1点いきたいよ。やばい、ちょっと気抜けてる気がする、危ねえ、いやー悔しいな、強かったけど悔しいな。でもやっぱりチャンスは結構あったんだけどな、こうなんかねやっぱ優勝をつかみ取れる目の前にして、そのね相手に優勝をつかみ取らせてしまうっていうことはなんか本当に悔しい、この光景を見るのがすごく悔しい。どんなにね強い相手でもそこはやっぱり悔しいですね。まあただちょっと見届けたいなと思いますよ、やっぱりそういうのをね、なんていうかスポーツマンシップとして。まあ本当に悔しいけど、うわー、ちょっと得点が取れないんだよね、なんか守備にやっぱ走ってる傾向なので、こう試合全体を通してもっと攻撃してる時間を増やしていかないと、まあ、なかなか点をねこじや、まあ、得点することがなかなか難しいなっていうふうには、このアトレチコ戦も前回のアトレチコ戦もそうですし、このレアル戦でもすごく
感じました。もういいかな、もういいかな、さすがに。はい、ということでスーペルコパ決勝戦、レアルとの試合は0対2で敗れてしまいました。まあ、本当力の差を感じた試合でしたね。まあ、悔しいんですけど、まあ、切り替えて、まあ、でもリーグ戦また数日後に始まってくるので、このスーペルコパでの2試合をしっかり糧にして、またリーグ戦でもね大暴れして、最終的にはいい順位で終われるようにねやっていければなというふうに思いますし、この後、補強とかね動画撮っていくので、ぜひ前回も言ったんですけど、補強獲得してほしい選手とかね、ぜひコメントで書いていただけたら幸いです。はい、そんな感じで今回これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。